はい、ボノボの研究をしている横山薬務です。今回私の論文がですね、国際ジャーナルプリマーティスに出版されましたので、その論文の解説を簡単にしていきたいと思います。はい、こちらが実際に出版された私の論文ですね。まあ、英語の論文なんですけども、日本語に簡単に訳しますと、なぜ高順位オスのポノポというのは繁殖成功率が高いのかという論文になります。ちょっと簡単に背景について説明していきたいと思います。はい、ボノボは以前の動画でも説明しましたように、私たち人と最も近縁な類人猿と言われています。チンパンジーも同じです。チンパンジーボノボというのは私たち人と最も近縁な類人猿であると言われています。チンパンジーについては長期的な調査が行われているので、繁殖戦略であったり交尾戦略というのは詳しく分かっているんですけども、実はボノボというのは50年近く調査がされているんですけども、実は繁殖戦略交尾戦略というのはあまり詳しく分かっていない。ですので私の論文では、そのボノボのまだ分かっていない交尾戦略であったり繁殖戦略について調査を分析をしました。はじめにチンパンジーの繁殖戦略、交尾戦略についてなんですけれども、チンパンジーの場合、一概には言えないんですけれども、高順位オス、特にアルファオスがメスを独占して、交尾を独占して、高い繁殖成功率を収めていると言われています。例えばこの写真のように、この写真、カリンズですね。ウガンダ共和国のカリンズのチンパンジーの写真なんですけれども、右がメスのチンパンジー、左が高順位オス。のチンパンジーなんですけども、このように、高順位オスというのはメスを独占してですね、交尾を独占して高い繁殖成功率を収める傾向があったりします。はい、こちら実際にチンパンジーの動画なんですけれども、例えばチンパンジーの場合ですと、この動画の瞬間というのは、発情したメスが 2,3 頭この時いたんですけれども、メスをめぐって激しい闘争、喧嘩が起こり、こちらの動画ですと高順位オス、アルファオスの悟空という個体が低順位オスのブラックを攻撃して、交尾を独占しようとしているのが見られます。だからこそチンパンジーというのは、一概には言えないんですけれども、高順位オス、特にアルファオスが高い繁殖成功率を収めている傾向があります。はい、反対にボノボなんですけども、ボノボというのは実はチンパンジーとは反対で、独占的に交尾を行っているわけではなく、乱交的に交尾を行っていると言われていました。こちらの説明につきましては以前の動画でも紹介していますので、こちらの以前の動画も参考にしていただければ幸いです。簡単に言いますと、ボノボの場合、偽発情という状態、性的、特殊な性的な状態がありますので、このように写真のようにですね、パーティーにたくさんのボノボ、発情した、性皮を晴らした、発情したメスがたくさんいることになります。この写真のように性皮を晴らしたメスがたくさんいることによって、高順位オスはメスを独占できないだろう。中順位オス、低順位オス、さまざまなオスにメスと交尾をする機会が得られるだろう。だからこそメスは乱交的に交尾をしていると言われていました。しかし近年の研究で、遺伝子の不死判定ですね、の結果によると、ボノボとチンパンジーを比べた場合、ボノボの方がですね、アルファオスが高い繁殖成功率を収めていることが分かりました。ここに矛盾が生じるんですね。先ほども申し上げましたように、チンパンジーの場合、高順位オスというのは繁殖戦略、交尾戦略に従って高い順位のオス、高順位オス、アルファオスというのが独占的にメスと交尾をするから高い繁殖成功率を収めているだろうと言われていました。反対にボノボの場合、たくさん発情したメスがいることによって、高順位オスというのはメスを独占できないだろう、他のオスにも低順位、中順位オスにも交尾をするチャンスがあるだろうと言われていたにもかかわらず、このように繁殖成功率を見て、チンパンジーとボノボを比較してみると、ボノボの方がアルファオスが半分以上の子供を残しているという矛盾が生じたんですね。だからこそこの矛盾を明らかにするために、ボノボのメスを追跡して、その性的状態と交尾パターンであったり、オスとの付き合い方について分析をしました。簡単に私の論文の研究結果を紹介させていただきますと、本当に簡単なんですけれども、写真のように性皮を晴らした妊娠可能性の高いメスというのは高順位オスに頻繁に近接をして、また全体的な交尾頻度を見ても、メスというのは高順位オス、アルファオスとの交尾頻度が高いことが分かりました。
写真のように性皮を腫らした妊娠可能性の高いメスというのは好順位を押すと頻繁に近接をする、または頻繁に交尾をすることによってボノボの好順位を押すが高い繁殖成功率を収めている一つの要因になっているのではないかと予想されます。もちろんこの研究で新たな課題というのも見つかりました。例えばボノボのメスの排卵期ですね、排卵日に誰と交尾をしているのかというのがより詳しく分析する必要があると思います。でも先ほど申し上げましたように本研究の結果でもあるんですけれども、全体の交尾頻度を見てもメスは高順位オスの交尾頻度というのが高いんですけれども、中順位オス、低順位オスもやはり交尾をしているんですね。ということはですね、交尾をしている回数というよりも妊娠につながる、あるいは受胎につながるような交尾というのはやはり排卵日に行われている交尾というのが重要なんですね。いくら数たくさん交尾をしていたとしても排卵日に交尾をしなければ意味はないんですね。子供を残すことはできないんですね。だからこそ今後の研究はですね、メスのホルモン分析ですね、女性ホルモンを分析して、生周期の動態を明らかにして排卵日に誰と交尾をしていたかということを詳しく分析することで、なぜボノボの高順位をするアルファオスというのは高い繁殖成功率を収めることができるのかという分析を詳しくする必要があるかなと思っています。実際に2018年2020年ですね、1年近く、調査を行っていたんですけれども、この時も実はホルモン分析というのは行っていまして、メスの尿をですね、落ちてくる尿を採取して、その尿から女性ホルモンですね、エストロゲンとプロゲステロンを抽出して生周期の動態を調べる分析もしたんですけれども、さらにデータを集めて生周期を明らかにする、より正確に推定して排卵日に誰と交尾をしていたかということについて詳しく分析することによって、さらにボノボの詳しい交尾戦略、繁殖戦略について分かってくると思います。はい、以上、非常に簡単な説明だったんですけど、私の論文についての簡単な解説でした。こちらの論文につきまして京都大学のプレスリリースでも、詳しく書かれているので、そちらもご確認ください。もちろん、プリマーテスですね、国際ジャーナルプリマーテスでも私の論文がオンラインで公開されているので、興味のある方はぜひ一読してみてください。もちろんボノボの交尾戦略であったり繁殖戦略を分析すること、研究することも面白いんですけども、このようにボノボの交尾戦略、繁殖戦略、行動パターンを分析することによって人の性の、性行動の謎について、不思議について解明するヒントが得られるのではないかなと思っています。例えば人の場合ですね、繁殖目的以外でなくても性交渉をすることはあります。例えば社会的コミュニケーションの一環として性交渉をすることもありますよね。ボノボも実は私たち人と一緒で繁殖目的以外でですね、コミュニケーションの方法として性交渉をすることもあります。だからこそボノボの交尾戦略であったり繁殖戦略の謎を解明することによって、ひょっとしたら人の性交渉の謎であったり不思議について解明するきっかけ、ヒントが得られるのではないかなと思っています。